なんかドキドキするな。主様、本日は私たちの儀式に参加していただきありがとうございます。今回俺の顔見知りの子も選ばれたんだろう。なら俺も祝福したいからね。本日の付き添いはメリアなんですね。どんな子が選ばれたか私も気になりますからね。一応ディオエデンは私が選んでいるから人選は問題ないと思っているのですが、ミールやシンたちが選んだんだろう。なら大丈夫だよ、俺も楽しみにしてるよ。では主様とミール様、メリアの席を用意してますのでそちらでご観覧してください。間違いなくクッションだね。帝王様。ああ言って、変に堅苦しい席を用意されるよりこっちの方が馴染みあるから。絶対用意したのメルですね。他の子なら絶対玉座を用意してましたよ。あ、ミールでも室内はしまうんだね。はい、場所を取りますからね。それに帝王様の隣で邪魔をしてはいけませんので。今回の儀式ってどんなことをするのですか？この A 店の羅針盤という建物は本来構成員しか入ることを許されていない場所で、この儀式は新たなメンバーが初めてこの建物に入り、同じヘブンズハートになるという儀式ですね。なるほど、一種の入社式みたいなものか。入社したことないけど。心配急いで出て行ったのは何か意味があるのですか？ふふ、実は今回が初めてだから私も楽しみなの。どんなお披露目をするんだろうね。ただいまから、ミガドルエデン、ディオエデン、ヘブンズハート、新構成員任命式を行います。始まったな、どんなことをするのか楽しみだ。ただいまから入場しますのはデン、ヘブンズハートの構成員となります。それでは一人ずつ入場をお願いします。堅苦しいな、今までこんなことしなかったのだから別に今回もしなくていいだろう。まったく神は形から入りたがる癖があるな。おう、主様、私が置いておいたクッションを使ってるな。さすがだな、出されたものを嫌な顔せず使う、素晴らしいものだな。早く言って、やることまだまだあるんだからね。はぁ、あ、妹の願いを聞くのも姉の務めか。動くの、めんどくさいから、私だけここでいいと、思う。やるね、ベルの所定位置まで行って、そこで奈良本読んでいいから。意味ないと、思う。まったく、姉二人はいつも文句が多い。たまにはスムーズに動いてほしいわね。おう、さっさと来い、後がまだいるんだぞ。時間かけすぎ、だと思う。あなたたちが言いますか。姉様たち、主様やミール様が来ているのだから礼儀正しくしましょうよ。眠たい、歩くのめんどくさい、玉座と一緒に入場じゃダメだったの。主様も元気そうで何よりですね。ミールがしっかり健康管理している証拠ですね。よかった。せっかく正式な儀式って聞いてたのに特に変わった感じないね。みんな相変わらずだなぁ、なんか安心するよ。神も本当よくまとめてますよ。専属神のみんなはいい子でよかったです。でもこれからどうするのでしょうかね。全員でお出迎えで終わらないと思っているのですがね。そうだね、今から何かするみたいだよ。さあ、みんな、今から新しいメンバーを迎える前に私たちの威厳を見せたいと思います。強殺か、お前もなかなかにど畜生だな。天才風ばかり吹かせてると、嫌われると思う。違う、私たち全員が全力でオーラを放つの。それでこの組織に入る覚悟を示してもらう。やはり脅しか、大人げないな。とりあえずやるよ。最強のエデンとしての実力、しっかり出すよ。ちょっと、まずくないですか？これ、ネルたちって確か。まずいかも。とりあえず出せばいいんだな。お前たちでも倒れるかもしれないぞ。解放。絶対にこのエリアから出ないでください。メリア、ネルのオーラよ。わかるか？いえ、私ですらわかりません。感覚は帝王神候補のままなのですがね。ミール、今のネルはどれくらいなんだ？数字にすると、桁が多すぎて数えるのが億劫なのですが、だいたい500桁くらいですかね。心配するのですか？そんな数字。今のメンバーでもここまで出せるのはネルくらい。次にオーラ量が多いのらですら200桁が最高だから。それ、他のみんなもまずいんじゃ。命令です。7人の中で一番低いオーラの子に合わせなさい。このままだと絶命しますよ。なんだ、この程度で値を上げるのか。まだまだ私は余裕だというのに。ふぅ。すごい、もう私やベルと同等と言われてたのが嘘みたい。これが主様の帝オーラの恩恵。どうしたシン、苦しそうな顔をして。お前もそれなりに主様から帝オーラをもらっているだろう。寝るほどじゃないわよ。寝る。バカみたいに出さないで。心地いいね。このオーラを食べたらすごく満足できそう。
すみません、ちょっと、気持ち悪いので少しの間、外してていいですか。さすがネル、私の無念であれだけ練り出すためには相当時間がかかる、実力差は相変わらず歴然ってことか。オーラ量は私が一番少ないので私に合わせていただけたらありがたいです。それで意味ないよ、さっきのは私もかなりきついし、もっと抑えてくれた方が。ルラくらいなら私でも余裕だね、楽できそうだ。それじゃあ仕切り直しでルラのオーラにみんなが合わせるように。うん、まあ、これくらいなら。今でも全然感じれないのですが。どれくらいですか?100桁くらいかな、さっきよりかは全然マシだね。100桁って。それでも世界が違うのよ。ミールはそんなネルを触れずとも容易に倒せるレベル。この子の方が一番恐ろしいわね。絶対に敵にしたらいけないわ。ふう、とりあえずこのオーラ量は今ドアの外にいる新人たちに届いた。さあ、新たな構成員たち、ミガドルエデンの女帝として君臨する覚悟ができたら入ってきなさい。私たち新メンバー、覚悟を持って入場します。何をどう覚悟したらいいのか全然わからないけど、とりあえず先輩たちにバカにされないようにだけは気をつけます。もうすでにちょっとバカが出てるぞ。いつも通りです。あれで、今回の史跡らしい、残り5人が不安になるようなこと言うな。まあ、私が選ばれるのは当然、何せ自助の究極系だからね。あいつ全然選ばれなかったから自分見失っているぞ。ほら、あなたは英知でしょう。本職と趣味を区別しなさい。ふふ、私の頭脳があれば世界の断りを理解するのもたやすい。世界の断りの前にちゃんと進みなさい。次の子が出れないでしょう。主様、私の晴れ舞台のために来てくれたのですね。優しいお方です。別にルナだけのために来たわけじゃないと思うんだけどな。そうです。決してうぬぼれないようにしてください。はぁ、妬みは怖いですね。先輩方より主様からもらっているミカドオーラ量が多いからって。あ、どうしよう。あの子この後建物裏に呼びたい。ん、尽くさないお前が悪い。嫉妬なんてみっともないぞ。うるさい、早く入ってきなさい。大子は。あの3人も相変わらずだな。でも選ばれてよかったよ。そうですね、ご主人に何らかの形で助けてくれた子たちですからね。何回わかんもそうありませんね。ミール、残り3人なんだよね。どんな子なの？いい子だと思う。あれ、ベルが乗り移った。なんで自信なさげ？さっきの3人を見るとちょっと自信が。あ、次の人が入ってきますよ。あ、ここからワックスでよく滑るから気をつけて。ありがとう、優しいね。早く行ってよ、私最後なんだから。ここが A 点の羅針盤、それにこれだけの大物たち、これはホラ吹き台があるね。あいつが嘘つきの究極系か、まずは私にホラを吹かないようにしつけが必要だな。メリの方が、横暴だと、思う。暴力はやめてくださいね、これから仲間なのですから。先輩も同期もなかなか楽しめそう、いい組織に入ったね。滑る、ゆっくり歩かないとこけいる。何ゆっくり入ってきてるの、みんな待ってるのだから早く入ってきなさい。ごめんなさい。ああ、芯がせかすから、新人で緊張しているのだから少しは多めに見たらいいのに。あれ、全然滑らない、おかしいな、ゆらちゃん勘違いしちゃったのかな。ほら、怒鳴ったのは謝るから早く来なさい。やっと私だよ、こんな茶番に付き合わされるなんて、全く脳だよ。あ、私と同じご身体だ、生意気そうだな。お前が言うな。絶対甘やかされて育てられたんだよ。だからお前が言うな。お子様ばっかり、私がレディーとしてしっかりしないと。なんか10歳のガキが何か言ってるぞ。ガキの数字が2桁になって、少し浮かれてるだけだと、思う。結構強そうなやつばかりだなぁ。ご主人、頑張ってくださいね。優秀なのは間違いありませんから、それにここに入る段階で好感度は保証されてますし、無礼な態度はありえないと。真上にけなしてくるネルもいるからな、油断はできんな。とりあえず今から新人たちのお披露目ですね。次に期待しましょう。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。